鍵屋町にある東海市児童発達支援センター。ここには心身の発達がゆっくりな小学校就学前の子どもたちが通っています。毎日の生活の中で自分でできることが増えていく喜びを自信につなげ、困った時には手伝ってもらうことを覚えるなど、コミュニケーション能力や社会性を育んでいます。東海市児童発達支援センターには主に体の発達がゆっくりな子どもたちが通うアスナロ学園と、知的面で不安のある子どもたちが通うカトレア、放課後などのデイサービスを行うなでしこの3つの施設があります。アスナロ学園とカトレアはそれぞれ別々の場所にありましたが、1年前に現在の場所に移り、一体的な施設として開所しました。今までカトレアさんとアスナロ学園は別々の場所にありましたが、ここに一緒になりましてなったことで1年経ちました。そこで、子どもたちのカトレアさんの子どもたちのことを、私も知ることができました。そして、カトレアさんの子どもたちに対してカトレアさんの職員がどのように接しているかということも学ばさせてもらいました。これはお互いなんですけども、そしてお互いにそれぞれのいいところを出し合いながら、子どもたちのために、より良い医療ができております。9時30分、アスナロ学園の登園時間です。おはようございます。アスナロ学園では母子通園を基本に行っています。母子通園によって少しでも職員と話をする時間を持つことができ、楽しい子育てができるように支援をしています。子どももすごく楽しく過ごせてますし、先生方が手厚い保育をしてくれてるので安心してこっちに登園してきてます。病名は違うけど、なんかいろんな思いを持ってるお母さんばかりなので、話することですっと気持ちが楽になったりします。自分がやっぱり子どもの性格をあんまりこうまだよくわからなかった時期だったので、この子どういう子なんだろうって思ってたのを、先生方からこの子はこういうところがいいよねとか、こういうところがすごく伸びてくねみたいなことを言っていただけるので、子育て育児しながらちょっと余裕が持てるようになったので本当にありがたいなと思います。登園後はマット運動をして血行を良くしたり、食べる、話すのに必要な機能を高めるために口周りのマッサージをしたりして元気に一日をスタートできるようにしています。10時からは朝の会が始まります。みんなで歌を歌ったり触れ合い遊びをしたりして過ごします。アスナロ学園では朝の会を全園児一緒にやってるので、年齢関係なく、で今日一日ここから始まるんだなっていうのを子どもたちにも感じてほしいなっていうところで、同じ曲をできるだけ朝一は取り入れるようにしています。息を吸って、吐いて、首を伸ばして、始めて、一つずつこうこの場が安心して過ごせるところっていうことで、好きなものがやはり増えてくることがすごく嬉しいです。やはり何よりも意欲っていうのか、なんか興味を持ったものに対してこうずっと目で追ったりとか、例えば手が出たりとか、ちょっと単語っていうのか声が出たりっていうことで、それ本当に昨日よりも今日よりも明日っていうことで、お母さんたちとその場その場で成長を確かめ合えることがすごく嬉しいです。カトレアの登園時間は10時です。カトレアの単独クラスでは3歳児から5歳児が週5日、保
子供一人で登園しています。先生や友達と挨拶を済ませると靴を脱いで下駄箱に入れるなど、自分でできることはできるだけ自分で行います。一緒にお買い物行こう。10時35分、カトレアでは朝の集まりや遊びの中で安心して一日を過ごせるように、エカードなどを活用して視覚支援を大切にしています。こちらはクラス活動の音楽遊びです。音楽に合わせて体を動かします。同じ例えば一つの活動でもそれぞれの子に対して目標が違うので、その目標に対して必要な、援助をしていくっていう形で、みんなと一緒にやって楽しいっていう気持ちもすごく大事なんですけど、その子自身の力を着実に伸ばしていくっていうところを大事にしてます。子どもの支援はできるだけ早い時期から行うことが効果的とされています。東海市児童発達支援センターでは保育、理学療法、作業療法や言語療法を行い、自立の基礎を養っています。せーの、よっこいしょ、よっこいしょ、よいしょ、あ、できた、やった、やった。体の使い方、手の使い方、あとは見方、感じ方みたいなものを観察しながら、子どもがどんな風に感じているかなっていうことを想像しながら、その中で子どもがしたいことをして成長を促せていけたらいいかなと思っています。給食の時間です。あすなろ学園では自分で食べる力を促し、安全で楽しい食事の時間になるように、個々の発達に応じて机や椅子、スプーンなどを工夫しています。ちょっとずつ練習してるんだよね。カトレアでは一人一人に合わせた環境づくりを大切にしていて、落ち着いて食事ができるように工夫しています。その他の活動として地域との交流を積極的に行っています。また家族の気持ちに寄り添い、子どもの将来について共に考え、卒園後のフォローも行っています。2年間という、短い間だったんですけども、ルールの定着があったりとか、やっぱり集団で初めての一歩ということだったので、過ごしたことで新しく友達もでき、ここでの経験があるからこそ小学校も落ち着いて通えてるなっていう部分はすごく感じます。子どもが、卒園した後ですね、保育園に行かれる方、あるいは小学校へ上がる方も見えるんですが、それぞれの保育園の保育士さんなり、あるいは学校の先生方とコンタクトを取りまして、その時の学校や保育園での、生活においての困っている点ですね、その点を先生からお聞きをして、私たちなりにアドバイスをさせていただいているということで、その状況なんかもそのお母さんに適宜お伝えをしているところです。センターとして生まれ変わりましたので、長い、そうですね、大きくなっても、ずっとずっと支援をしていくつもりでいます。東海市児童発達支援センターでは、これからも子どもたちの自立を促しながら健やかな成長を見守っていきます。